はい、ここから山の中入っていく感じですかね。やっぱトレーラーストアないね。ガレージがあるとこだけかな、トレーラーストア。こっちだ。そこ絶対入ったらね、ぬかるんでますもんね。ああ、まあいいや。はい、とりあえずこっちまで来ましたけど、まあレーダーを撃たなくて大丈夫でしょう。一応ね、監視塔の範囲に入ってるから、一応ねポイントだけしときましょうか。あと270m ぐらい。とりあえずハマーだけで行ってこようか。いや、このまま行っちゃえ。意外と地面が硬そうだからいけるでしょう。そんなにね、狭いなーってところでもないし。ただ微妙なね、起伏があるからね、それで変にはまって横転しないようにね、それだけ気をつけなくちゃ。そこも一応道になってますね。はい、到達。はい、監視塔解放です。やっぱトレーラーストアはないんだね。現在のポイントがここだから、ここの下のこの道に出ればあれですね、こっちの監視塔に多分到達できるでしょう。なんかほんと一気に解放された感がありますよね。おっと、もう燃料がなくなる。補給しとかなくちゃね。はい、あ、間違えた。これね、ほんとついついね、後ろのウィンチ切っちゃったりする場合ありますよね。とりあえずこの道を通ってね、下の大通りまで出ちゃいましょう。そうすればようやくね、お仕事に取り掛かれるってやつですよ。まああとはね、こういうところ潰した方がいいんでしょうけどね。まあここは潰さなくても多分大丈夫でしょうね。ここら辺なんかありそうだけど、でもここら辺だったらほら、こっからねいつでも行けるからね、ガレージが近いから。はい、じゃあどん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 行きましょう。次の監視塔を目指して。一応マーキングだけ打っとくか。でもやっぱりないんだよな、トレーラーショップは。ここを左折ですね。お、意外とでも硬そうだぞこの路面は。ほら、久々に3速ギアに入ったもんね。危ない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 。この硬そうなところちゃんと選んでいかないとね。ほんと埋まるところがとことん埋まるからさ、危ないよね本当に。ほんとここのマップは3速ギアつうか4速ギアにまず入ることないんじゃないのっていうぐらい柔らかいですよね、全体的に。まあ今はね、後ろ引っ張ってるっつうのもあるんだろうけど。はい、とりあえずもうちょっと行ったらね、未探索エリア入りますね。はい、なんだよ、ここガレージとして使わせてくれよって感じだな。ここの工場はないの、トレーラーストア。ないんだろうね。あれば楽なんですけどね。あ、なんかこの先もぬちゃぬちゃだな。内側回ってこう、内側。外側行くと絶対柔らかいもんね、あれ。はい、山の中入っていく感じですね、こっから。いかにもここまっすぐ抜けてってくださいみたいな道ですね。
でもここは水の通り道だからなんか柔らかいのかな多分。ここはこっち行くと多分ショートカットできるってことか。全然むしろメインルートより楽だったんじゃねっつうけど、なんだここ、アップグレードがある。アップグレードだもんね、あれどう考えたって。反対側から回り込んでいく感じか。ちょっと頑張って取り行ってきますか。はい、トレーラーもここで切り離して、大丈夫、デフロックがついてるハマーならいけるはず。単体になればね、軽いですからね。ほらほらほら、はい、こっから降りていきましょう。こっからはローギア使ってね、ゆっくりゆっくり。おお、濡れてんのかよ。透明度高すぎて気づかなかったっすよね、ほんと。車高増加、何の車高増加だろう。はい、まあとりあえずロシア系のトラックだっつうの分かった。意外とウインチポイントないかと思えば意外とあるんですね。どうしようなんて一瞬思ったけど全然大丈夫でしたね、このウインチポイントのおかげで。とりあえずこれで一仕事終わりって感じ。後からね取りに来ると絶対めんどくさいからね、途中にあるやつは絶対拾ってきたいんですよね。はい、じゃあ続きいきましょう。ここは普通に行こうね。でここから分岐だろうね多分。なんだ、大通りまでブヨブヨしてんだもんな。まあ、これから先のマップはどんどん過酷になっていくってことでしょうかね。まあ、そう考えると本当にアラスカ最高でしたよね。どこなんか硬いところばっかりでしたもんね本当。ミシガンよりもね硬いところ多かったんじゃねえのって思いました本当。まあ柔らかいとこは柔らかかったけどね、あんな環境でも柔らかいんだっていう、普通シャーベットになるだろうみたいなね、固まって。ちょっと分かりづれえからレーダーかけときましょう。ショートカットできる道があればねショートカットしたいですからね。はい、ショートカットできる余地はないね。この本当この水の通り道を通っていかないといけなさそうだよね。こっちから回っていく感じか。なんだったらもうハマーで行っちゃおうか。レーダーもとりあえずここに置いてね、とりあえず方向だけ示してればこっち方面ね、こっち方面からアプローチしていきましょう。はい、じゃあスタート。おお、頑張れ頑張れ、大丈夫大丈夫。後ろくっつけてないんだったらね、ぬかるんでても多少大丈夫でしょうからね。後ろくっつけてから大変なんですよ単純に。